ね、うん、そういったものをあらかじめ食べておいていただくと次の食事の血糖値の上昇を抑えることが期待できます。全粒粉のパンの方が GI 値は低いと言われてますが、そこまで差はないです。血糖値の上昇を抑えるお茶とか、うん、効果はあるんでしょうか、うん、この一杯にそれは期待しすぎなんじゃない。なるはい、ということで、まあ、タンパク質だったり、まあ、糖質だったりとか、うん、まあ、その栄養の取り方とかね、そんなお話いただいたんですけれども、まあ、我々も結構気にしてるというか、まあ、ゲストの皆さんも多いその糖質の取り方、うんうん、そこちょっとお話聞いていきたいなと。で、最も力入れてらっしゃるその血糖値のお話、その辺ちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、うん、まず血糖値とはみたいなところですかね、うん、そうですね、一般の方多分健康診断の時の1項目血糖値しか、はい、うん、多分ご存じないかなと思います、はい、そういう情報でだから何っていうところが多いと思うんですけど、まあ、血糖値というのは血液の中のブドウ糖の濃度のことで、血液検査で分かる数値です。で、ブドウ糖の元になっているものっていうのは何かっていうと、食事に含まれる炭水化物が消化管で消化されて分解されて吸収された一つの、まあ、一番小さい粒々の単位がブドウ糖、はい、グルコースと呼ばれるものです。で、このブドウ糖の濃度を血糖値と我々が呼んでます。で、なので食事をとって食べ物が消化されて血液の中に吸収されると血糖値は上がりますし、はいはいはい、で、体の中で血糖値が上がると、これはインスリンという血糖値を下げるホルモンが出てきて、で、血糖、このブドウ糖をエネルギーとして全身筋肉で使ったり普段の活動で使うことで、この血糖値が消費されて下がってきて、大体皆さん、まあ、70から100の間ぐらいの健康診断で出てくるような数値に落ち着いているっていうことがほとんどです。なるほど。なんかこうよくね、こうちょっとこう専門的な領域に入っていくと、はい、ヘムグロビン A1C の値、うん、まあ、こちらをちゃんと始まりました、はい、専門チャンネル始まりました。もう多分ついてここにこう仕切り作って、はい、もう一回お願いします。ヘムグロビン A1C ね、はい、出しておいてください。ここに、はい、出します。はい、っていう値があるじゃないですか。で、よく言われているのが、こう血中の血糖値は短期的な値で、ヘモグロビン A1C は中長期的な値として、本来はこっちの数字を見ていくべきですよなんて言ったことも示唆されてると思うんですけど、はい、このあたりはいかがですか。すごい、江村さん素晴らしいです。ありがとうございます。よくご存知で、血糖値と並んで、おそらく血糖値の隣に健康診断で HbA1c、はい、いますよね、はい、書いてあると思います。これが今おっしゃったヘモグロビン A1c という値で、これ何を見てるかっていうと、先ほどおっしゃったように血糖値というのは非常に短期的な値で、その瞬間瞬間ですぐ変化します。食べ物を食べれば上がりますし、消費されれば下がりますし、日中でもホルモンの影響で変動してます、はい、なので瞬間瞬間の血糖値を見るだけでは、たとえ高い数値が出てても食後だったらそれは正常ですし、空腹時でもどれぐらいの自分の標準の平常状態での血糖値どれぐらいなのかなっていうのは人それぞれ大きく変わります。で、これでは我々診察、診察する立場としてですね、糖尿病の方とか、健康診断で診察する立場としては、その瞬間的な値でその人の血糖値が高いのか低いのかって判断できないことが多いです。なのでそれを何か代わりになる指標がないかなというのを探した時に、糖化といって、我々のヘモグロビン、血液に含まれるヘモグロビンが一部、周りに糖があると糖の粒々がくっついて糖化を受けます。この糖化されたヘモグロビン A1c っていう濃度を測ることで、周りに糖の粒々がたくさんあるとより糖化されてヘモグロビン A1c の数値も高くなりますし、普通の量であれば正常なヘモグロビン A1c になります。だいたい血糖値の大1、2ヶ月ぐらいの指標がヘモグロビン A1c という数値で、表されて、診断とか、健康診断あるいは治療の指標として使われています、うん、
ということはやっぱりこう、まあ、健康診断ってやっぱりこう1年おきぐらいに受けていくわけじゃないですか、うん、なので血中濃度の血糖値よりもヘモグロビン A1C の値がどう変化しているかっていうのを、うん、まあゲストの皆さんも見た方がいいし、我々も健康診断の数値を見たときにある程度指標として追った方がいいっていうことですよね。そうですね。あの、うん、定期的に見る値としてはヘモグロビン A1C の方が都合がいいことが多いです。なるほど。皆さん今健康診断表ちゃんと見てみてください。うん、これ多分前年比が絶対載ってますからね。そうですね。そこはちょっと見ていきたいですね。で、血糖値に関してはその、まあ、よく乱高下を激しく繰り返しやすい特徴があると思うんで、まあ、それをこういかにコントロールするかっていうのは体作りというか健康を保つ上ではすごい重要かなと思うんですけれども、はい、まあ食事面ですとか、まあ、運動面で何かその血糖値のコントロールをするポイント、その辺はちょっと聞いておきたいなと思うんですけども。そうですね。日々の食事で食べ物を食べて血糖値が上がって下がって、でこれがまあヘモグロビン A1C にも反映されるんですけど、やっぱり一回一回の食事で血糖値が高く上がってると血糖値の濃度が高い状態が、ブドウ糖の濃度が高い状態があるので、この瞬間でもやっぱり糖化を受けてヘモグロビン A1C の値が高くなる可能性があります。よく言われるのはヘモグロビン A1C で5.0 台の後半、はい、5.6、5.7、5.8、6が近づいてくるとやっぱり食後に高血糖、いわゆる血糖値スパイクのような急上昇が起きている可能性があると言われています、ね。うん、でその原因としては一つはやっぱり食事の炭水化物量、自分がエネルギーとして、あるいは自分が飲酒の分泌で血糖値を下げる力として、血糖値を下げれる量に対して取りすぎてしまっていると、うん、どうしても血糖値上がりきって、そこでやっとインスリンが出てきて血糖値がやっと下がるっていう状態になるので、食事の炭水化物量で血糖値が上がってしまってヘモグロビン A1C も結果的に上がってしまうということになります。はい、これよく言われるその GI、はい、GI 値と言われる、はい、その低 GI 食品を推奨していって血糖値がこうグッと上がるのを、はい、防いでいきましょうなんていうのは我々も日々伝えてるんですけれども、うん、はい、それは間違いないですね。間違いないんですけども、ちょっと残念なお知らせがあります。残念間違いないんですけどって含みがありました。ちょっと嫌な予感しますね。GI の指標が必ずしも表で出てくる全てが正しいわけではないことが徐々に分かってきてます。なるほ ど、もうあんなのね、ネットでググれば出てきますもんね、いろいろ。そうなんです。なので、いわゆる、まあ、GI 値の低いと言われている食べ物でも、GI 値の高い食べ物でも、まあ、明らかに違うものはもちろんあるんですが、似たような食べ物であれば、例えば普通の白いパンと全粒粉のパン、はいはいはい、全粒粉のパンの方が GI 値は低いと言われてますが、同じ糖質量を含むのであればそこまで差はないです。ちょっと私メイウロス のパーソナルトレーニングの研修で育てていただいたんですけど、白いものを避けましょうっていう話を、例えばそのうどんじゃなくてそばとか、あとは、まあ、ご飯だったら、まあ、玄米にするとか、まあ、パンだったら、まあ、大麦パンにするとか、ちょっとこう白いものを避けましょうっていうふうに、おさて記憶が多分記憶違いでしょ。いやこれはね日々ね、こう理論が変わってるから、うん、確認が必要ですね。白いものを避けましょうと、これまあメガロスキャストは日々皆さんに伝えてるかなとは思いますけど、今の話で言うと必ずしもそうではないということが分かってきたと、うん、じゃあ どんなものが血糖値が上がる食べ物と考えたらいいですか。そうですね、まあ、炭水化物をしっかり量含むもの、糖質を多く含むものは血糖値上げます。もちろんコーラだとか、はいはい、あとは、まあ、乳酸菌飲料だとか、加糖ブドウ糖液というものを、まあ、含むものは先ほどの消化されて吸収されるブドウ糖がもうブドウ糖に近い状態、もう小さい粒々で消化済みのようなものが液体の中に入っているので、もう飲むとすぐに血糖値を急上昇させる、まあ、こうしたものが一つで、先ほどうどんとかそばのお話ありましたけども、まあ、うどんもそれなりの量炭水化物ありますし、
そばもそれなりではあるので、どちらもですね、ほぼ同じぐらい血糖値を上げてしまいます。あら、これは初めてですね。じゃあこだわらなくていいっていうことですか。逆に言うと、まあ、そのセオリーで言うと、まあ、それこそすみません、私が悪いですですけど、精白されたものとこう雑穀されているというか食物繊維がすごく多く含まれているものだと、後者の方が血糖値を上げづらいんじゃないかといったことありますが、一概にはそうではなくて、むしろ、まあ、そういった本当に分子が細かいものを取ってはいけないっていった形になってくるので、まあ、ジュースだったりとか単純な糖質っていったところは、まあ、トレーニングの時においては必要な場合もありますけど、血糖値っていったところを考えるとあまりやっぱり好ましくないっていった整理になりますかね。そうですね、取りすぎない方がいいです、まあ、いわゆるお砂糖ですよね、GI 値も、まあ、理論上は合ってます、はい、先ほどおっしゃった通り、まあ、精白されたもの、はい、細かい粒子になったもの、あとは雑味がなくなって雑なものがなくなったもの、はい、全粒粉なのか、もう生成された小麦なのか、まあ、それで理論的には差があると、まあ、期待してるんですが、例えば全粒粉だった時にそこに含まれる食物繊維に血糖値の上昇を抑える効果はそこまでたくさん期待しちゃダメです、すごい期待してました。そうですね、ごめんね。あとなんかさっき飲み物の話だったんですけど、飲み物っていうとこうお客様とかと話すと血糖値はぼやんと気にされるという方が多いですね。で、その食べ物のカロリーは見るけども GI 値を気にしてる方ってほとんどいないんですよ、ただなのに GI 値、血糖値の上昇を抑えるっていうお茶とか飲み物、すごく手に取りがちなんですけど、ああいった飲み物でそう歌ってるものは、活用できるというか効果はあるんでしょうか、まあ、メーカーさんとしてしっかりエビデンスを作ってらっしゃるので一定の効果はあると思いますが、それに対して、まあ、例えばコンビニのおにぎり2個食べました、まあ、そもそも摂取する量が多いと、まあ、お茶この一杯でその血糖値の上昇を抑えるパワーを期待していいかと言われると、この一杯にそれは期待しすぎなんじゃないか、頼りすぎてはいけないってことですね。魔法の水じゃないですか、ね、そういうことですよねラーメン屋さんの隣にこう黒いウーロン茶があって、これで茶ないですね。そんなことは決してないのでだったらラーメンの量を減らす、そもそもの話ということですよね。先生のYouTube ちょっと拝見させていただいたんですけども、いろんな検証動画があってものすごく面白いんですよ、あれありましたよね、チョコレートの、あ、はい、そう、チョコレートの皆さんこう分かります、カカオ何パーセントとかいろいろありますよね、何パーセントでパーセンテージが高いものが実際に血糖値が上がりづらい、その通りです、ね、あれ面白いこと、一番すごく視聴者の方、一番私のチャンネルの中で見られている、動画ですね。この辺だ、今抜かれてると思うんですよ。抜きましょうね、それはね、はい、なんか他にこう、これは何だろうな、その見られてるもの以外に先生としてこれはぜひ見てもらいたいってものがありますか。なるほど、その点で言うと、先ほどの GI がうどんとそば、これ実際に私がうどんとそば同じグラム数を食べてどちらが血糖値上がるか検証しておりますので、ぜひご覧いただいて、これはちょっと、あとはそば粉の比率でも二八そば、はいはいはい、ありますね、これでも比べてますね。面白い、聞きたいね。そばは多分ね、活用されてる方多いと思うんで、ちょっとそばについて詳しくね、見られる検証動画も見ていただきたいと思います。これ血糖値、さっき食物繊維がちらっと出てきましたけど、結構食物繊維を取ることで血糖値の上昇を抑えますみたいなことは、まあ、定説になってるかなと思うんですけど、それほど期待できないってちらっと先ほどおっしゃってましたけど、それはやっぱりそこまでこう信頼しちゃいけないんですか。信頼しすぎちゃダメですけど、ただ一般的に言われてるベジファースト、はいはい、食事の前に、はい、まあ、炭水化物を含む食事の前にサラダを食べておくと血糖値と上昇が緩やかになりますよっていう、これは正しいです。お、はい、ただこれも食べ方がポイントがあって、はい、直前にサラダをわーっと食べて、もうそのまますぐ例えばうどん食べますとかカレー食べますってなったら、これはあんまり効果大きくはないです。
効果あまりないと言ってもいいかもしれないです。それよりも少し間隔を空けて10分とか15分前にサラダをあらかじめ食べておいて、その後糖質を含む食事をとると、うん、血糖値の上昇は確かに緩やかになりますし、血糖値のピーク一番高くなるところも抑えられます。10分15分、はい、我慢せえと、はい、となるとサラダがこう、まあ、コース料理だったら別だと思うんですけど、うん、なかなか一般食ではそんな食べ方をしなくなってくるので、うん、となると市販の普通に食物繊維のパウダーとかが有効活用できるっていうことですか。その通りですよね、はい、なので15分前にそういうあの食物繊維ファイバーのサプリであったり、はい、そういうのを飲んでいただいたり、あるいはあの手軽なのはあのミックスナッツとかですね、そういったものをあらかじめ15分前とか食べておいていただくと、その次の食事の血糖値の上昇を抑えることが期待できます。これは多分今ゲストの皆さん明日から あのやってると思いますよ。そうですね、はい、これはやってみたいです ね10分15分。あとはそうですね、運動の話に戻っていきますけど、うん、まあ、そのインスリンのところの話になってくると、やっぱりこうインスリン感受性ですよね、はい、こうそこを高めていかないと2型糖尿病の方々たちってなかなか改善しないと言われていて、一応我々の中の研修ではインスリンの感受性を高めるために筋力トレーニングっていったところと、あと適度な有酸素運動を進めさせていただいているんですけど、このあたりの理論ってどうですか。そこはあの 全くおっしゃっていただいた通り、そうですか、はい、なんか推奨のこう例えば筋力トレーニングだったら、まあ、どのくらいの時間で測るのも難しいと思うんですけど、適量、あと有酸素運だったらこれくらいっていう指標があったら、ちょっと多分ゲストの皆さんも聞きたいと思うんで教えていただきたいんですけど。そうですね、まあ、目安としてはまずはあのインスリン感受性を高めるために大事なのが、まあ、筋肉量を増やすということと、はい、内臓脂肪を減らすっていうところ、うん、まあ、内臓脂肪があるとインスリン抵抗性があって、はい、インスリンが効きにくくなってしまうので、まあ、そこを減らすために運動で、いや、あの運動の負荷としては、まあ、息が上がる程度、うん、なんでやるのであれば、まあ、20分程度を目安にやっていただければいいかなと思います、うん、ただ結構皆さん20分やらないと意味ないのかと思ってやらない方いらっしゃると思うんですけど、20分やらなくても1分でもいいから、やるやらないではやった方がいいです。はい、なので椅子から立つそれだけでもいいので、やるやらないではぜひやっていただいて、ある程度時間を作りいただけるんであれば、まあ、20分を1つの目安にやっていただく、20分取れなければ別に10分でもいいからやってっていうのを、まあ、習慣化していただけるといいかなと思います。そこが一番ですね。なんかあの先生、昨日まさにお客様からあの質問があったんです。あの夜にお越しいただく方がお仕事終わってお腹がペコペコの状態で激しい運動して、これって大丈夫なのかって心配したんですけども、空腹で運動したりとかっていうのは良くないんですか。良くないということはないですけど、やっぱりあの最初我々が運動を始めて、まあ、肝臓に食べ込んでいるものだとか、まあ、グリコーゲンだとか脂肪なんかを使い始めるのに少しタイムラグがあるので、はい、少し、まあ、直前に糖質を、まあ、取っていただいて、まあ、チョコレート一つとか飴玉一つとか取って、ある程度エネルギー源としてスタートを切れるような糖質は取っておいていただいていいかなと思います。で、ある程度、まあ、運動していただくと、その空腹の状態でもこれまで溜め込んでいる脂肪をエネルギー源にして、あの体をどんどん動かそうとしてくれるので、あのお腹の中が空っぽの状態であのトレーニングしていただくということも、もともと体格がそれなりにあって脂肪がある方であれば、はい、あの問題ないと思います。結構おすすめありますか。運動前に食べとくと、まあ、いいとこうエネルギーになるのが早いとか、おすすめ食材があれば。あの便利なのはやっぱりチョコレートとか、チョコレートちょっとしたあの、うん、プロテインバー、はいはいはい、そういったものが便利な。その時のチョコレートは、はい、カカオ何パーとかってあります。結局、はい、かぶせる。いや、カカオが高いと血糖値は上がりにくいわけで、運動前に取るって観点でいくと、観点でいくとあの普通のチョコレートで大丈夫です。でいいですね。ただ取りすぎないように、そうです、1粒、2粒ぐらい食べて、ね、ちょっとですね、ちょっとです。だからまあ、 あのいろんな価格帯のチョコを持っとくといいですね。そうですね安価なチョコから
いいチョコと言われるものをね選べるように、はい、これはあのその参考になりますね。逆になんか運動後に関して、まあ、血糖値っていう観点でもいいですし、運動後に取った方がいいあの栄養素としては何かありますか？やはりタンパク質ですね。あ、そうですね、うん、あの運動で、まあ、エネルギーとして消費する糖質、ブドウ糖っていうのはまあ、そこまでたくさんではないので、うん、むしろ体が、まあ、トレーニングをしたことで壊れている組織があるのでそこを修復する材料としてのプロテイン、いわゆるアミノ酸、タンパク質だったり、うん、あるいは、まあ、全ての細胞は脂肪の膜で作られているのでいわゆる良質な脂肪、うん、あのオメガ何とか、はいはい、MCT、うん、まあ、不飽和脂肪酸と呼ばれるような良質な油分も、まあ、少量取っていただくということも大事かなと思って、なんかでもタンパク質を運ぶためにある種こうインスリンを分泌させる必要があるのでその時には少量の糖質が必要ですね、はい、っていうことですね。そうですね、はい、じゃあ運動前後でそれぞれちょっと意識的に、はい、あの食事もしっかりとっていただくといいかなという感じですね。ありがとうございます。まあ、結構なんか今日も定説が少しある意味崩されるような、そうですね、はい、ね、検証動画ですからね、いや面白い、グーの音も出ないですから、面白いですね、はい、非常に参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ、先生なんか今後、まあ、YouTube でもいいですしご自身の活動の中で、まあ、展望といいますかこんなことしていきたいなんていうことがあれば聞いていきたいんですけれども、はい、うん、私自身はこの血糖値っていうものをまずは知ってほしい、体の中でどういうものなのかっていうと、で知ってもらった後にじゃあどうやって血糖値を上げすぎないようにすればいいのか、健康を維持するためには血糖値をどうやって活用すればいいのかっていうのを、まあ、発信したくて日々、まあ、YouTube での検証なんかをやってるんですけど、まあ、食べ物での血糖値の検証ってたくさんしてきたんですが、まあ、今回あのメガロックさんとコラボさせていただいてなかなか運動の検証っていうのはできてないので、実際こう同じものを食べて運動をする場合としない場合、はい、どういった変化があるのか、あるいはどういった運動が効果的なのかというのを、まあ、実際に私の体を使って、まあ、人体実験、これはやりましょう、これはやらせていただきたいです、ね、やらせてくださいって感じですね。もしも私たちがあれですね、医療行為というか例えば血を取ったりとかもできないし、うん、ね、コラボさせていただいていろいろ検証、面白そうですね。そうですね、面白いですね。ちょっとこれは企画サイドに、強く要望を出しておきますので、はい、ぜひまた続編があることを楽しみにしておりますので、はい、今日もありがとうございました、はい、それでは今回は山村先生お迎えしてですねお送りしましたので、ぜひ YouTube チャンネル、チェックをいただけたらなと思います。はい、はい、それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。